おはようございます。坂野熊です。コメント返しいきたいと思います。2020年の9月頃にアップしたジャズファン気質の違いというサムネイルの動画ですね。日本のジャズ中心え、日本のジャズ中心ファンのコメントを紹介というようなタイトルの動画ですけれども、えっ、ー、とですね、小田陳とろうさんからのコメントを紹介しようかななんて思いました。読みますね。 このマスターのお話,を聞いてお話を聞いて改めて共感しました僭越ながら自分と似ているなぁと思いました今からおよそ半世紀も前からジャズファンといえば地方出身者が多いイコールジャズファン田舎者説をジジイになった今日まで私は固く信じてきましたこの説を70年代初頭のジャズランド誌に寄稿したのは下田哲也さんという マッコイのエコーズ・オブ・フレンドのプロデューサーの方でした当時自分を含め周囲を見てもまさにこれだなと実感させられたものでしたあジャズランド誌ジャズランドは釜石さんからですねたくさんいただいているのでちょっと見てみましょうかねえー、と下田哲也さんという方ですねプロデューサーの方が うーんとななどの号かとまでは分かんないですよね。ちょっとパラパラめくってそれっぽいのあったらちょっと面白そうですね。ジャズ、えー、ファン田舎者説ってちょっとその理由が知りたい、なんで田舎者なのかってちょっとあの物理的に地方出身者が多いからってただそれだけの理由なのか、まあ、統計的に多いか、物理的じゃないですね、統計的に多いのか。 あるいは、精神的に田舎者なんか、その辺がちょっと知りたいななんて思いましたけどもね。ちょっと後でパラパラめくってみてみましょうかね。ジャズランド。全ての号が揃ってるというわけでもないので、もしかしたら持っていない号に投稿されていたのかもしれませんけどもね。ちょっと読んでみましょうかね。下田哲也さんね。ちょっと頭にインプットしとこう。で、まだえー途中なので続けますね。あの当時、一人でアパートに帰ればラジオかテレビしかなく、 ジャズを聴くにはジャズ喫茶に行くか自分で買ってのめり込むしかありませんでしたまだレンタル店などなかった時代です田舎者の自分は東京生まれ東京育ちの友人仲間とは見ていたテレビドラマの話題などでもついていけずっこ当時地方で見れる民放の数は限られていたのでまたカレーライスを田舎ではライスカレーと言っていたと言っては笑われてもいましたそんな自分が密かにのめり込むにはジャズがぴったりでした 余計なチャチャを入れる仲間もおらず、孤独を紛らわすためにも、たとえ会話できなくても、ジャズ喫茶こそ田舎者の自分には一番お金のかからない娯楽でもありました。50年前と現在ではまさに覚醒の感を感じます。でもジャズにとってはそれが効果不効果なのかが、未だに半然としないのです。じいさんの昔は良かったね、ハテナですいませんというコメントでしたけど、小田慎太郎さんどうもありがとうございました。あ、そうか、そういうことなのね。あんまり、あの、 ライスカレーと言って笑われたりとかあと方言丸出しで笑われたり人と会話するのは嫌だだけどなんか人のぬくもりが欲しいと家の中に一人いるのは寂しいだから会話はなくても孤独を紛らわすためにそういう死後が禁止されたでも他の自分が好きなジャズが,のが好きな人たちが集まっている空間にいればなんか安心するという理由であれなのかな田舎からまあ 状況してきた人はあのジャズ喫茶に,に行くとだから、ジャズ喫茶、田舎者説というような流れなんでしょうかね。孤独を紛らわすために書いてありますよね。たとえ会話できなくとも、ジャズ喫茶こそ。まあ、田舎の自分には一番お金のからない娯楽だった。まあ、きっとそのような自分と同じような他の人もたくさんいたに違いない。だから、ジャズファン、田舎者説というような流れなんでしょうかね。まあ そうかねまあ、都会出身の人もいたかもしれないし、まあ、かっこつけで聞きに行ってた人もいるのかもしれないし、あとまあ、考え事をするために行っていた人もいるかもしれない、まあまあ、分かりませんけど、まあ、まあ、それ確かになんとなくわかるような、わからないような、ちょっとあれですね、私は <laughs>、まあ。ま あれ、田舎、上京してきた人じゃないのでほ、ほとんど東京で育ってますからね、その辺の感覚、まあ、まあ、大学時代が、あれ、学生時代とかね、あの就職した時代が、実家暮らしなのか、1人暮らしなのかで、だいぶ違ってはくると思いますね、私の場合、実家暮らしだったのでね、実家からあの通ってたりしてたので、その辺のあれ、家に帰れば、 誰かいましたからね。でも家に帰って誰かがいない。それって、それが365日かける何年か続くと、やっぱちょっと違うのかもしれませんよね、なんてことを思い出しましたけれども。小田賃太郎さんどうもありがとうございます。田舎者の自分。<laughs> うん。あれ、小田賃太郎さんって東北の方出身の方でしたっけねなんか、 個人的にはジャズ喫茶地方説って私なんとなく思ってましてそれで昔ね何だったっけなジャズマスターズマガジンのボリューム2か3にあの地方で聴くジャズは良いみたいな出だしで仙台のジャズ喫茶巡りの原稿を書いた記憶ありますけれどもねなんか逆に都会育ちの私からしてみると地方の あの地方都市の風景こそ、まあ、都市じゃなくてもいいんですけどもねなんかジャズが似合うって思っちゃうんですよねそれってあれなのかないつもと違う風景だからこそが新鮮だから逆に普段聞き慣れてるジャズが違って 違った音に聞こえる違った感じ方ができるからというただそれだけなのかもしれません、ね、気持ちが変わるから変わった気持ちの上にいつもと同じものが乗っかってくると違った側面から何か良さを発見できるっていうのはあるのかもしれないしちょっとした何て言うかなこう嬉しさだったりとか逆に寂しさとか孤独感がまた違う。 あの音風景を彩るのかもしれませんねなんて思いましたけどもねだから私もよく地方に行くとやっぱりなんかジャズ喫茶探しちゃうんですよねあるいはジャズをかけてくれるような酒場みたいなところをねそこでまあ、仕事とか出張とかで一人で昔はよく地方行ってたんですけどもまああの その土地にに知り合いいととかななけけけれれば大体一人人ででで飯食って一人で酒飲むことになるわけですけれどもやっぱり足が、やっぱり、良さげな光に惹かれていくわけですよ。良さげな光というか、良さげな看板に吸い寄,寄,せ寄せられていくわけですよ。それは、ピンクネオンの看板とかそういうんじゃなくて、ジャ,ジャズげな光というか、ジャズげな看板にね、惹かれていっちゃうんですよ。ジャズげってとジャズに毛生えてるとかってそういうあれじゃないですよ。なんかジャズっぽい雰囲気なね。 ものに何かふラフラフラっと引かれてっちゃう感じですよね光に群がる蛾のように <laughs> そういう <laughs> うんでまあでそれで大体がまあいい,いい感じのお店なんですね個人的にはよく感じてそれでまあ結構ね夜中の2時3時まであの店が開いてたらずっと看板まで。 なんかちびちびとウイスキーとかバーボンとか飲んでたりとかもしてねいやいいねいい気分だねでしかも場所が東京じゃないからね地方だからそういうなんか旅情みたいのもなんか加わっちゃったりとかもしてねそれで。 かかってるのはまあマイルスだったりコルトレーンのマイフェバリットシングスだったりとかでもう聞き慣れたぜっもう聞き飽きたぜって思うようなものでもなんかああしみりしみるないつも聞いているものだからこそもっとしみるなあっていうのはあったりもしますよねうんそうあとブルー・ミッチェルとかのね「I'll Close My Eyes」なんかかかった日にあって感じですよねうんそういう風景にはハードパップがよく似合うと思いますね そううだね地方にはハードバップがよく似合うちょっと違うか、<laughs> 富士には月見そがよく似合うじゃねって、<laughs> なんかまあ、私の場合はね、よく東北行ってたんですけれどもね、盛岡とか一ノ関、水沢、仙台、あと青森、弘前、あの辺りの風景とハードバップはよく似合うね、まあ、別に信州派でもいいんだけど、信州派だとなんかちょっと。 気取った感じがしますよね、もうちょっと素朴な風景には、まあ、新主流派でも、あんまり分けてもしょうがないかなって感じしますね、まあほら、上辺ダーソンって新主流派に分類されるじゃないですか、どっちかというと、でもほら、上辺のデビューアルバムというか、初リーダー作の。 あのページ1なんか「タラララパー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  <laughs> ブ,ルブルーボサなんかすごい似合うと思いませんか地方のそう俺だけそう感じるのあともう時代はもう新主流派が主流の時代になって いた中でのマクリーンとウディーショーのねダララララランダラタララランタララランタあのデモンモンズダンスに入っているスイートラボーブマインとかあれも地方都市に合うような気がするんだけど錯覚でしょうかという錯覚というか私がただ単にそう感じているだけなんでしょうかねあとあのハンクモブレーのねソウルステーションなんかもねタララつタラつタラつ タラタラなんか昼間とかにね今日、今日の夕方は何を飲みに行こう、食べに行こう、ルンル,ルンなんて感じにしますもんね。いや、しませんか。らだ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 らあるいは飲み始めの時とかね、うん、ビールがうまいなんて思いながらだらッらだらなんてね、リメンバー聞くと <laughs> いいかもしれませんけれども。 まあ、フリージャズ、激しいジャズでもいいけど、どっちかというと、もうちょっとマイルドでメロディアスなもの、それこそ、こんなこと言うとサンジョルディさんが大喜びしちゃいますけど、ブルルノートがいいですね、ブルーノートの1500番台とか4000番台が地方都市にはよく似合うような気がしますね。まあ、勝手に私がそう思っているだけなのかもしれませんけれどもね。 あと、どこだっけな仙台かなんかの、仙台であの国分町っていう、まあ、いわゆる歌舞伎町みたいなとこあるんですが歌舞伎町とはちょっと違うかもしれませんけど、飲み屋街があるわけですよ。そこで、あの結構ね、普通の別にジャズ毛な光に反応して行ったわけじゃない、なんか良さげな光があって、行ったらそこでジャズかかっていて、それでなんか、う,うわぁ、染みたなーっていうのが、 ケニー・バレルだったこともありますねのね、まあ、またこんなこと言うとサンジョルディさんが喜びそうですけれどもあのティナ・ブルックスが参加しているあのサンジョルディさんが大好きなティナ・ブルックスとかあと私も好きですけどねあのサンジョルディさんも絶対好きであろうルイ・スミスがねトランペッターのねルイ・スミスが参加していてでさらにこれもサンジョルディさんが喜びそうなジュニア・クック という、ね、テナー・サックス奏者が参加しているアルバムの、ね、ブルース聞聴いたときはさあ何でしょうブルーノートで1500番台でケニー・バレルがリーダーでジュニア・クックとティナ・ブルックスとルイ・スミスが参加している「うーんハードバップー」って聞いただけで「ハードバップー」だプーンってもうバップ集がプーンとによってくるようなアルバムさあ何でしょうってヒントは、えー、アンディ・ウォーホールですね。 何、まあ、なら早くもったいぶらず早く言えって皆さん思ってるかもしれませんけどあのブルーライツですねあのボリューム1とボリューム2ってありますけどねボ,ボリューム1のねあれ聞いた時私おおスコッチ染みるぜと思ったのがですね あのスコッチ・ブルースじゃなくて、いややこしいんですけど、スコッチ・ブルースの確か前の曲のスローブルースですね、イエス・ベイビーって、なすげえなんか <laughs>、ベタなタイトルですね、イエス・ベイビーって曲があるんですけど、おいや、イエス・ベイビーなんて、バドワイザーがコカ・コーラとかを飲みながら、なんかチーズバーガー頬張りそうな感じの、なんか軽いタイトルですけど、内容はね、染みるんですよ、イエス・ベイビーがね。あの、すごいスローブルースで、 しんみりきますよ。お酒飲みながら聞くとね。それ聞いたときはね、仙台かどっかの国分町でですね、聞いたときは、うん、どこかの店で聞いたときはね、イエス・ベイビー。最初誰だかわかんなかった。何のアルバムかわかんなかったですね。もうギターはケニー・バレルだって分かったんですけれども、わかんないまま頭の上にハテナハテナ状態になって家に帰って、バレルバレルなんて聞いてあ、これ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 だよ。なんでキスかなかったんだよ俺って。っていうか、その時に、あの、 店の人に今かかってるの何ですかって聞き合い,いだけの話だったんですけど、なんか妙なプライドが邪魔してかななんか聞くの恥ずかしかったからなのかななんか聞かずに帰っちゃってずっともやもやした状態でしたけどもね。そう、イエスベイビーですよ。ケニーバレルがね、うん、あの、 リーダーダのやつで、それでねティナ・ブルックスがほらティナ・ブルックスって割とレコーディングがそんなに多くない人で幻のテナー奏者とかって言われてる人なんですけどティナ・ブルックスのちょっと、まあ、テ,テナーなんだけどちょっと高音寄りのうーっていうねソロがね <laughs> すごくね <laughs> ちょっとうん武骨じゃなくてちょっとやばい感じのあの。 ニュアンスの音色とフレーズが、やばい感じっていうとちょっと語弊がありますけど、ちょっとあの、モブレー的なね、ハンクモブレー的な甘さと柔らかさを称えたソロが、しみるんだな、これが、と、イエス・ベイビーって、イエス・ベイビーはね、うん、また聴きたくなった、また夜になったらかけようかな、イエス・ベイビー、あの、それまで私はあんまり持ってはいたんだけど、 あんまり見向きもしないアルバムだったんですけどそういう再発見もあったりもしていいですねあの自分の意思でかけるとどうしてもエリアゾーンが狭くなってしまうんですけど人からかけられるとああこんな角度できたかって知ってるけど味わってなかったっていうの結構いっぱいあるんですよねだからジャズ喫茶とかね時々あの音楽を聴かせてくれる店へ行くことは私にとってはとても大事なことだと思っていて まあ、あのこんなの知ってるよ、持ってるよでおしまいじゃなくても,もちろん持ってて知ってたとしてもその,あの知識じゃなくてねシチュエーションが大事なんですよねでこういう状況でこういうのがかかってきてもちろん何度も聞いているんだけれどもそ,それでも家で聞いているものただ知識として聞いている知っている経験したっていうだけじゃなくて今、 こういう状況で聴いている、かかっている、このブルース、まあ、ブルースじゃなくてもいいんですけどね、この曲でいいよなーって思うことがすごい大事だと思って。 で、再発見もあったりもするわけですよね。なんか、家では流し聞きしていただけなのが、じーっとカウンターとかね、テーブルに座って、一人でぼーっとして聞いてると、ああ、なんかいいなぁ <laughs>、うん、やっぱり、やっぱりいいなぁ、なるわけですよ。もう聞き慣れた曲とかだとね、家でもいいなーと思ってるんだけど、違う状況で聞くと、さらにまた、こう、なんか、違う角度から良さが、 見えててきたりとか,なんか肩がほぐれてるてうイエス・ベイビーみたいなものがかかるとね嬉しいですよねなので、えー、ケニー・バレルのねブルーライツをお持ちの方もたくさんいらっしゃると思うのでぜひねイエス・ベイビーを聞いてみてくださいあるいは <laughs> 違うところで、ね、例えば行きつけの飲み屋とかね、まあ、あのマスターが気心知れてるようなところに CD とかレコード持っててこれかけてよなんて言ってねそれでプチってかけてもらってそれであのお好,き好きな酒をね飲むっていうのもいいかもしれませんねで次の曲スコッチブルースだし、ね、もう酒飲むには最高ですねケニー・バレルはね <laughs> て、まあ、別にコーヒーでも全然いいんですけどもね確かにコーヒーも似合いますよねあの ベイシーなんかではよくね、ケニーバレルのライブアットザビレッジヴァンガード、あライブアットヴァンガードがかかってますもんね。ていうかそれ以外 これがかかかかっっっててななないいい日はなかったんじゃないかっていうぐらい私もまあ数えるほどしか言ってませんけど大体かかってるんですよねライブ・アット・ヴァンガードがねまあもしかしてほらリクエスト禁止の店ですしあのレコードはコンサートだと主張しているマスターなので多分お客さんの顔を見て顔ぶれ見てお客さんが醸し出すテイストに合わせてかけて くれれているのかもししませんしあるいはただ単に偶然そういうマスターがかけたかったものをかけてるときに私が毎回同じレコードがかかってる時に店に来てるだけだったのかもしれませんけれどもねでもコーヒー飲みながらですねあの一ノ関のベーシーでねコーヒー飲みながら聞くケニバレルもいいので。 お酒も似合うし、コーヒーも似合うんですね、バレルはね。はいまあ、もちろん、ファンタも似合うかもしれない、スプライトも似合うかもしれませんけど、まあ、試したことないので、ちょっと分かりませんけれども、まあ、ぜひ、いろんな角度から、ケニー・バレルをお楽しみください。ということで、話がどん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 、小田陳太郎さんのジャズファン田舎者説からまた離れていって、最後はケニー・バレルになってしまいましたけれども、ぜひ、イエス・ベイビーをですね、<laughs> お持ちの方、は興味ある方はですね、検索して聞いてみてくださいな。なんのことはね、普通のブルースですよ、普通のなんかセッションの、ジャムセッションの延長みたいなところなんですけど、まあ、ちょっとアレンジ加わったりとかしたりはしてますけど、ね、チャッてね、ベースが、ドラマが小さなので、バンっていの手が入るとことかもね、気持ちよかったりもしますけれども、まあ、そういうところは、ちゃんとリハーサルして、決めの部分はちゃんと、あの、打ち合わせしてやったんでしょうけど、なんかこのチャッ ってね、ちっちゃい音のブレーキとかベースのチャンが良かったりもするんですけども <laughs> まあそういう細かい息遣いみたいなものとかもねこうやっぱ地方都市で1人でカウンターでこう酒を飲んでいて初めて気づいた良さだったりとかもするのでねいろんなシチュエーションで楽しめる音楽それがジャズだと思いますので無理やり強引にお気をつけてですね今回は終わりたいと思いますということでまた他の動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ